はい、どうもピロチュンと申します。いやー、やっと撮影できます。なんかうまく時間が取れなくて、そのためにこれずっと残しててまたセリフ読みの方させてもらえたら。うん、さっとやってるな。ティックとミッション回収してガチャ回して終わりって感じですかね。うまくいけば、とりあえず買おう。これできたな。ガイデン追加分。どうするのじゃ。フレリア兄弟の夏。みんな覚悟はいいよね。今年もついにこの季節がやってきたわ。あ、もう1年か。早いな。去年は、あ、去年、アンヤ軍団か。アンヤ兄弟。夏、水着の季節よ。アンナ隊長、もしかしてまた英雄たちの水着姿を。あ、去年もこんなやった。今回のアンナ紹介の新作はこれ。声を映すことができる魔導書よ。これを使って、水着姿でキャッキャしてる英雄たちの肉声を余すところなく収めるわ。でもまた向こうの世界のアナさんにたくさんお金を払わないといけないんじゃないですか。もうそう、パラレルワードすぎた。毎回そうか、ガイデンって。それがね、今回は無茶な金額じゃなかったの。まあまあ文学的な数字ね。文学的、天文学的やから文学的か。向こうと交渉してその額で手を打ったわ。だからもう引き返せないの。さあ行くわよ、バイスブレイブの明日のために。いってらっしゃい。これヒーニアスやったんすね。もうアレスかと思った。イケメン。またゲームボーイアドバンス系か。そう、やりてえ。私はエフラムとあの男と決着をつけるためにここへ来たのだが、このような騒動に巻き込まれるとはな。とはいえ、この身に契約がある以上、戦わねばならない。待って、お兄様。私も、お兄様の力になるわ。お前ら兄弟やったんか。ターナー、なんだその格好は。フレリア王女たる者がそのような姿を庶民の目にさらすとは。王女様やったの何も知らねえ。お兄様だって人のことは言えないでしょ。いやー、欲しいな飛行系は。しかもガイデンやから、あれか、本当に限定ものか。ちょっと待ってよ、嫁にニアンでさえまだ出てないってのに。参ったな。いや、ガイデンも早いな、3勝ずつやし。負けちゃった。ごめんなさい、お兄様。その学校のことでなければ謝る必要はない。ここは一旦引くぞ。オーブだらけ。青い空にきらめく。ノワール、準備はいいわね。さっきの練習通り落ち着いていきましょう。はい。でも私、未熟で足を引っ張ってたらすいません。あ、これ草原からなん？ティアモやから。そんなことないわ、あなたの実力は十分よ。それに覚醒か。わ、私の水着が何か。いいえ、あなたのスタイルのことは全く気にしないわ。行きましょう。覚醒？あ、覚醒だ。覚醒やったのにな、マジで覚えてねえ覚醒もありですね。なんか一つのファイアーエンブレムのタイトル実況をまともにしてみたいんですよね。何しよう。てかよく見たら相当エロいな、この水着。お、おのれ、貴様ら何を。ノワール落ち着いて、大丈夫よ。一度引いて立て直しましょう。はい、ありがとうございます。お願
海の声を聞きながら、戦力が整ったようだな。ここに私の策が加われば敗北はありえない。指揮系統の一本化は不可欠。私たちも協力させてもらうわ。ノアル、大丈夫？ずっと待ってたから、暑くてのぼせそう。でも筋肉もエロいな。ターナ同じエスさんかな。みんな一緒に頑張ればきっと大丈夫。行きましょうみんな。この二人かな。ワイバーン、二体目のワイバーン。なかなか壊れたんだよな、今の武器。言うて星5限定じゃな、スタメンに食い込ませれないってのが残念。力は示されたみたい。ありがとう。また会いましょうね。これで任務は完了だね。英雄たちのいろんな肉声もバッチリ収めたわよ。さあ、聞いてみましょう。どうせダメなんやろ。どうですか、アンナ隊長。バッチリ撮れてます？それが、波の音がうるさすぎて何にも聞こえないんだけど。これはまずいわ。このままじゃ大赤字よ。どれどれ？ザザー。ザザザッパーン。むちゃくちゃ笑顔。ああ、なんだか海に来たって感じですね。待って、なるほど、これはこれでありかも。波の癒し効果とかあるかもしれないし。そう、こうなったら海の音が聞ける窓書で売り出すわよ。隊長、止めないでアルフォンス。このまま何もしなかったら損が残るだけよ。それなら損を取り戻すために勝負に出るしかないわ。賭け事で負けた人はみんなそう考えそうですが、大丈夫よアルフォンス、私の詳細を信じて。波の音に癒されている斬新な新商品、売れ行きが楽しみよ。ピロチェン、今後のために一緒に特務機関の金策を考えてくれるかい？なるほど。いや、それでもアンナさんをメインキャストに送ってるのはなかなか考えたね。今さらですけど。ガチャ回さなくちゃ。いや、収録を意識するとなんか迂闊に手が出せないというか、なかなか。そうだな、そうだね、このままいけるか。なんならこの辺でもいけそうな気がする。あれか。剣槍とか、やっぱり剣槍斧。剣槍斧のパターンは、剣槍斧のパターンは、カミユさんです。うちの場合は、カミユさんが、よし行こう。素直に受けて、そうだな。わかったわ。はい。では、参ろう。杖と槍と。これ、この感じなら、サクッと抜けれそうですね。いけ。斧は強いよ。いいね。これ配置が優しい。ほいほい。と、神野さんで受ければ。では、参ろう。逃げれる？ほい。ほい。はい。
うん、いいペース。カードも回収してもいいぐらいな。いいか。ありがとう。ここ心得た。あのの前出してもよかったな。あれ。空線持ってます。何今の動き。あーこれか。かしこまりました。どうす、のの上げとけば事故る。先にターノを処理するか。踊りましょう。では参ろう。ここでターノ取って、ユミ。はい、わかったわ。ナナの番。オッケー。でティアモさん、殴る。22。いっちゃいましょう。わかったわ。心得た。耐えれるでしょう。16。天空。オッケー。で26。いろんなとこでオーブはもらえるけど、そうだね、30。ハードもやっちゃうか。ここはカットでいこうか。よし、よし、回収完了。29か。あ、これも増えてんのか。一番下だけ回収しますか。お任せでいけるっしょ。いってらっしゃい。次のターンでいけるか。いけ。さあ、30個。どっから行こうかな。これは、デューテ欲しい。これは誰、赤か青か、どっちか。こんな出る？あー、デューテ欲しいけど、ラインハルトも気になる。ここ。マスターソードラインハルト。小熊先生。あれ、星音でも10凸いったんでは。ありがとうございました。これは全種類いんのか。15個投資しますか。赤って赤がターナか。赤がターナ。カムイ、星さん。いや、最近星5を見た記憶が。星5見たっけ？あ、エフラム。あ、嫁ののの外れというか、副産物じゃねえな。嫁のの狙って、嫁ニニアン狙ってて、50% が外れてエフラム。いや、出ねえ、マジで。弓？今日日弓キャラ。あー、失敗したかも。あんま魅力感じないな。
ひどい。あ、またこういうのか。よし。あ、嫁にには終わったの。したらターナかヒーニアスしかないっすね。赤か緑。赤か緑。マルス。マルスも星穴結構来てる気がする。コラボものか、結構やけどしやすいんですよね。おーい、結構月、ああスケジュール見とけばよかったね。だったら英雄祭に、英雄祭まで貯めてた方がいいのかもしれない。強制、やっぱののも引きたいし、青が青を引きたい。ああ何も出ないな。こんなとこにしときます。次は闘技場かバクサー、あと2日か、そろそろやらないとな。はい、またお願いします。ありがとうございました。